彼女どうやら出産したようなんですよ。出産？山村貞子はもう生まれているかもしれません。これ電磁波のノイズじゃないの？人の声？ダンスペー。この声が発せられたところはその反響度から直径 1.5 メートルほどの非常に狭く丸い部屋のようなところ。いいのか。山村貞子の怨念はビデオからディスクに形を変えた。あの病室にいるのお姉ちゃん。どうしたの？ダメじゃない、ちゃんと寝てなきゃね。この腕怪我してたはずじゃん。急に戻ろう。お姉ちゃん変だよ。お姉ちゃんどうかしちゃった。お姉ちゃんその花、お姉ちゃんじゃない。一体誰なの？西島！何やってた？美咲なのか？お前本当に美咲なのか？何言ってるんですか先生。さっきボイラー室で死んでるお前を見たんだ。バカなこと言わないでください。私ここにこうしているじゃないですか。よく見てください。どうして？何なのこの体。お姉ちゃん。
西島美咲だ。ウェデビルの事件も手がかりがなくなってしまいましたね。あのケイさん、ちょっと。西島美咲さんの死体を見た。はい、こっちです。安藤さん、じゃあもう一つ同じ死体があるってことですか。そうです。とにかく見てください。夢でも見たんじゃないですか。先生、私あれがお姉さんだったとは思えないんです。手の傷だってなかったし、それにお姉ちゃんだったら絶対やるはずないことやってたんです。花壇でこの石実装のすぐ近くにいたんです。お姉ちゃん、その花。お姉ちゃん、小さい頃から石実装にアレルギー持ってて、この石実装の花粉を吸い込んだりすると呼吸が苦しくなって、だから絶対近づくはずないんです。じゃああの時美咲が苦しみだしたのは。花のせいだったんだ。やっぱりあの事件のせいよ。久美子のお姉さんも呪われてたのよ。本当？気にしちゃダメだよ久美子。そう、私たちにできることあったら何でも言って。うん、ありがとう。先生、美咲が二人いた。ああ、そうとしか思えないんだ。あの時美咲は自分のアレルギーのことを知らなかった。体は美咲でも中身は美咲じゃなかった。でもそんなことありえない。ありえないことが起こっているんだよ、俺たちの周りで。いいか、じゃあ美咲の産んだ子供はどこへ行ったんだ。異常なほど成長が早い胎児、いつの間にか生まれて行方不明になってしまった。考えられることは一つしかないじゃないか。まさか。そうだよ、そいつは急速に成長して顔も体も美咲そっくりになった。それからそいつは美咲に近づき、私に殺される。本物の美咲を殺して変わった。ディスクの本当の目的が人を殺すことじゃなく、見た女性を妊娠させ出産させることだったとしたら、美咲はその犠牲になった。腹の中にいたのは恋人の子供じゃない、呪いのディスクによってできた子だよ。だったら先生が見た美咲の死体はどこ行ったんですか。バカなこと言ってることは分かってる。俺だってこのまま科学とか常識とか信じていたいさ。だけどそのために俺は美咲を死なせてしまったんだ。あの時
もしも俺が美咲の言葉を信じていれば、信じてずっとあいつのそばにいてやれば、美咲は死なずに済んだんだ。俺たちの手に負えない何かが起こってるんだよ。ノストラダムス研究家河合徹さんの予言した通り、熱海で火災が起こり、笠原教授の奥さんが亡くなりました。この事件に関して当初、河合さんもしくはその関係者による放火ではないかとの疑いで捜査を始めていた警察がついにその間違いを認めたようです。予言はトリックなどではありません。図らずも今回警察がそれを証明してくれた。私は正真正銘ノストラダムスから未来を予知する使命を与えられたんです。では河合さん、これから何が起こるかテレビの前の皆さんに説明していただけますか。河合さんは本当に人類滅亡までのプロセスを知ってるんですか。まず死者が蘇る。死者が蘇る。つまりそれはノストラダムスのアンゴルモアの大王のことですか。山村貞子がこの世に生まれ出ようとしている前兆なんです。あのディスクを作ったのは山村貞子だって言うんですね。他に考えられますか。生まれてきた子供は一体何者なんでしょうか。産んだ人間そっくりに成長して入れ替わるなんて、それが山村貞子の生まれ変わりかもしれません。どうやってパソコンに入り込んだのかは分かりません。でもとにかく彼女はディスクに強い念を刻み込んだんです。リンク事件の時ビデオテープにやったように、今度は憎悪ではなく外に出たい、この世に再び生まれたいという強力な念を。その結果ディスクを見た女性は妊娠した。子供を作る機能がない男性は死んでしまった。お願いです、ディスクを見つけてください。ディスクを消去しない限りどこかでまた同じことが起こります。安藤さん、僕にはできません。自信がないんです。手を出せば周りのものをますます危険にさらすことになる。でもあのディスクをビルから持ち出したのは安藤さんたちなんです。今もどこかで誰かが立ち上げようとしているかもしれない。僕を責めるんですか。そんなつもりはありません。でも放っておけばいずれ安藤さんたちにも災いが及ぶんです。どうして。ディスクとビデオには一つ共通点があります。どちらも簡単にコピーが作れる。このままではいずれ災いが世界中に広がってしまうんです。どうしたのあなた。え、暗い顔して。お仕事で何かあったの。いや。本当に何でもない。お前は心配しなくていいんだよ。もしもし。西島久美子さんですね。どなたですか。あなたの
さんの死の真相を知りたくはないですか？え？あなたが最後に見た美咲さんが本当は誰だったのか。あなた一体誰ですか？なんでそんなこと知ってるんですか？ハザト村に行ってみなさい。ハザト村？そこに行けば全てがわかる。待って、あなた一体。お前たち西島知らないか？あ、先生に伝えてって。久美子、長野県の羽里村に行くって言ってました。羽里村？私たち久美子からその村について調べてって頼まれて、さっきまで会ってたんです。これ本。この村ね、不思議な伝説があるらしいんですよ。ほら久美子、これ見たら急に顔色が変わって。死者を蘇らせる。先生、今日どこかでお会いできませんか？先生が何と言おうと、私どうしても納得のいく説明を見つけたいんです。すまん、行かなきゃならないところがあるんだ。西島がいなくなった。久美子ちゃんが？長野県羽里村に向かったらしい。長野県羽里村？どうして？死んだ人間を蘇らせる方法はその村に言い伝えであるらしいんだ。なんですって？西島は多分それが美咲と関係あるかもしれないと思ってるんだ。俺も今からもだ。羽里村。入っていないようですが。あの、先ほどお電話。小田先生は今打ち合わせ中です。あ、綾原君、待ってたよ。驚いたよ。確かに1ヶ月前、羽里村で5人の死体が同時に発見されてた。あのビルの事件と何か関係あるのかもしれない。死亡する直前、5人は屋敷の離れに集まっていた。解剖の結果は？直後に離れが火事になったらしくて、5人のうち4人の遺体は焼け焦げてしまって、死因は判定できなかった。残る1人は心臓麻痺。心臓麻痺？ああ。ということは他の4人も心臓麻痺という可能性があるわけだ。もちろん断言はできないけど。それと火事の原因は部屋にあったパソコンがショートしたことらしい。つまり彼らはその時パソコンを使っていたっていうことですか？ああ。
部長、調査に行きたいところがあるんです。また何かするつもりか。長野県葉里村で1ヶ月前、5人の人間が同時に死んでるのが見つかりました。1人は心臓麻痺、グリーンタワービルの事件と似ていると思いませんか。それにこの村には死んだ人間をよみがえらせるというおかしな伝説もある。君のクラスメートはもう死んだんだ。今さら疑いを晴らす必要もないだろう。私は真実が知りたいんです。まだ気づかないのか。は？君が真実を知りたいと思えば思うほど君の周りに犠牲者が増えていく。青木はなぜ死んだ。君があのビルからディスクを持ち出したせいだ。そのディスクは今どこにある。君が何もしなければあのビルで埋もれて眠っていたはずのディスクは。この事件を引き起こしたのは君にとって到底かなわぬ相手だ。君は自分でも知らないうちにそいつに手を貸している。そいつの思うがままに動いているんだ。まあいい。どうしてもそこへ行くというのなら、一つ手っ取り早い捜査方法がある。君でもできる簡単な捜査だ。教えておこう。村の言い伝えに従って死んだ5人を生き返らせ、何があったか聞いてみればいい。あら、どこ行くの相原さん。あなたよほど暇なようね。すみません。おい、今度は何だよ。そうだ、ちょっと調べてほしいことがあるの。え？長野県葉里村についてもっと詳しい資料が欲しいの。お前な。お願い。すいません、あの葉里神社ってどこにあるか分かりますか。葉里神社。はい。ここ上がっていくと左手にある。ありがとうございます。あの、ここどこですか。心配しなくてもいい。私は今西と言います。神社で君が倒れてるのをたまたま見つけてね、うちまで運んできたんだよ。そうだ、私急にめまいがして。東京から来たんだろ。はい。カバンの中に生徒手帳が入ってたんで学校の方に連絡しておいた。もうすぐ先生がこちらの方に見えるそうだ。
すいません、ご迷惑をおかけしまして。いやいや先生、心配させようって、ごめんなさい。あの、今西さんは？あ、私はこの農業試験場でイネゲノムの研究をしております。イネゲノム？イネの DNA の解析ですよ。もうすぐ全てのイネの塩基配列が明らかになるんです。そうなればそれを組み替えて害虫や災害に強い植物を簡単に作ることができるようになるんです。植物の研究ってのはね、気の長い作業なんですよ。受精させ種子を作り大きくなるのをひたすら待つ。そうやって初めて組み替えた遺伝子がどういう働きをするのかっていう結果が分かるわけですから。植物の成長が今の10倍早かったらなっていつも思いますよ。でも楽しそうですね、こういう研究も。私も高校の科学部で顧問やってまして、科学とはまあ無縁ではないわけで。あのですね先生、うちの科学部とはレベルが違うんです。あ、そう。あの、今西さん、この村にある波里神社に昔から死んだ人を蘇らせる言い伝えがあるのを聞きました。知ってますか？おいおい、何バカなこと言ってるんだよ。死人が生き返ったりしたら今頃大騒ぎだよ。西島、じゃあ誰かその言い伝えに詳しい人いませんか？私それを調べに来たんです。なんでそんなことに興味あるの？ちょっと。さあ帰ろう。恩気にまとう礼儀様か、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 恩気にまとう礼儀様か。おい西島、もう急にいなくなったりしないでくれ。昨夜電話があったんです。この村に来たらお姉ちゃんが死んだ秘密が分かるって。一体誰だろう？名前を聞こうとしたら切られちゃったんです。たちの悪いいたずらだ。それが変なんです。私確かに神社で誰かを見たんです。そしたら急にめまいがして。え？先生！どうした？あやは先輩。誰かが西島をおびき出したんだ。なぜだ？何の目的であいつを巻き込む？事件はもう終わったはずじゃないのか？実は私も気になることがあってここに来たんです。ディスクの出どころはもしかしたら波里村かもしれないんです。1ヶ月前村でグリーンタワービルとよく似た事件があって、それで。もうやめよう。え？俺たちこのままじゃますます深みにはまっていってしまう。今に引き返せなくなる。それにもうあのディスクは俺たちとは関係ない。大切なのは一刻も早く西島にあの事件のことを忘れさせてやることだよ。さあ行こうか。あやら一緒に戻ろう。先生、私一人で帰れます。え？あやら先輩、お姉ちゃんの事件のことを調べようと思って来てくれたんですよね。本当言うと私みんなからお姉ちゃんが呪いで死んだって噂されるのが嫌だったんです。ちゃんとした説明を見つけたかったんです。
先生、ちゃんと相原先輩守ってくださいね。私は大丈夫ですから。それじゃあ、何かあったら必ず俺に電話しろよ。分かってます。でも先生たちこそ気をつけてくださいね。あの村の人たち絶対何か隠してる。ここが1ヶ月前5人が亡くなった離れのあった杉崎家です。死亡した一人はこの家のご主人杉崎義郎さんの一人息子武雄さん、この人です。唯一焼けずに残った遺体はこの武雄さんです。ごめんください。すみません。みたいですね。ああ、この村変だと思わないか。誰かに見られてるよな。西島の言ってたことどうも気になるんだ。それが変なんですよ。私確かに神社で誰かを見たんです。そしたら急にめまいがして。あの村の人たち絶対何か隠してる。久美子ちゃんが言っていた神社行ってみよう。何でしょうかこれ。死者を蘇らせる儀式。誰かここでそれをやろうとしてるんだよ。その準備だ。
じゃん。お前たち何の用だ。今西さん、これは一体。安藤さん、これはあなたたちには関係のないことです。でも…おい、なんだこれ、作るんだ。ちょっと待ってもらえ。あなたたちは見てはならないものを見てしまった。根森さん、さっきのは一体。あれは検視が終わった後、杉崎さんに頼まれて私が保存しておいたものです。何のために。もちろん武雄さんを蘇らせるためです。言い伝えに従って死者を蘇らせる儀式が行われるんです。待ってください。あなたまで本気でそれを。信じてはいただけないかもしれませんが、死者が蘇るというのは本当なんです。言い伝えは真実なんですよ。今西さん。もちろん私も最初はそんなことはありえないと思っていました。村の人たちもつい最近までは誰も信じてはいなかった。しかし現実にそれは起こったんです。何ですって。先月妻の可愛がっていた猫が病気で死にました。妻はひどく落胆して、まるで人が変わったようになってしまった。それから私にこう言ったんです。言い伝えを試してみましょうよ。私たちの猫が生き返るかもしれないと。妻は本気でした。そしてここのホラー穴で言い伝えに従って儀式を行ったんです。妻は代々この村の巫女の家系でしたから。すると次の日、死んだはずの猫が生きて帰ってきた。猫が生き返ったという話はいつの間にか村中に広まりました。そしてあの火事が起こったんです。4人の死体は焼けてしまったが、武雄さんの死体だけは奇跡的に焼けずに残った。杉崎さんがこれを神のおぼし召しと取ったとしても誰に責められますか。でも今西さん、あなた科学者でしょ。そんなこと本気で信じてるんですか。生命って何だと思いますか。え、あなたは科学の言葉で生命というものを定義することができますか。それは例えば人間で言えば心臓が動き、脳細胞が有機的に働き。では植物は。細菌やアメーバの生命についてはどう説明しますか。科学では生命自体が何であるかを説明することはできない。説明できないのにそれは確実に存在する。生命という目には見えない存在、生きているものには宿り、死ぬとどこかへ抜けていってしまう。だったらそれは再び呼び戻せるのかもしれない。もう二度とここへは戻らないと約束してください。でも戻ったら今度こそただではすみません。私にはどうしてもわからないんです。あれだけの学者が死んだ人間が生き返るかもしれないって本気で考えていることが。一つ気になることがあるんだ。5人はディスコを見て死んだかもしれないって言ってたよな。はい。もし見たのが5人だけじゃなかったとしたら。え？もしその他に誰か女性が見ていたとしたら。美咲みたいに自分そっくりの子供を妊娠し、誰も気づかないうちにいつの間にか入れ替わり。あの村の誰かがそうだって言うんですか。今西さんの言葉覚えてるか。妻はひどく落胆して、まるで人が変わったようになってしまった。それじゃあ今西さんの奥さんが。ああ、それが山村貞子の生まれ変わりかもしれません。このままではいずれ災いが世界中に広がってしまうんです。戻ろう、あの村へ。ええ。
れが今西さんの奥さんだ。始まろうとしてる司法を蘇らせる儀式が。スト美の御事の力においてさまよえる杉咲武雄の生をこの世に吹き返したを。今まさに死者が蘇ろうとして我々人類に破滅をもたらすであろう。山村貞子、本当の悲劇はこれから。